薄イイ色、エノー、ホラント、ゼーラントこの三白領は最終的に1432年、ブルゴーニュ公、フィリップ全領公が地位と共に継承し、公領に組み込まれた。カンブレイ二重結婚は1385年4月12日にカンブレイにおいて挙行された二組の夫婦の政略結婚のことである。ブルゴーニュ公領の拡大政策において、 重要な布石となった。フランス王ジャン2世の末息子であるフィリップ王子は1363年にブルゴーニュ皇領を与えられた。さらに1369年、不王の守後フランス王となった長兄シャルル5世は100年戦争においてフランス側の勢力を強めるため、イングランドのエドマンド王子とフランドル博ルイ2世の娘マルグリッドの婚約を破談に追い込み、 彼女とフィリップを結婚させた。その結果、フィリップは広大な領地を手にし、複合的諸公領である、ブルゴーニュ公国が誕生する。フィリップは、高ータン公、ルアルギと、あだなされ、夫妻に生まれた9人の子のうち、7人が成人した。ジャンム・コア公とマルグリットに十結婚は、バロア・ブルゴーニュ家と、エノー・ハクリョウ、ラント・ハクリョウ、ゼーラント・ハクリョウの三ハクリョウを所有する。 バイエルン公爵書家の分子の一つ、シュトラウビンカ・ホラント家との間で結ばれた。ブルゴーニュ皇、フィリップ・ゴータン公と三白領の領主であるバイエルン公・アルブレヒト一世が互いの子女を縁組みさせ、同盟関係を結んだのである。二組の夫婦は以下の通り、彼らの婚礼は欧州規模で注目された一大刑事となり、2万人を超える参列者が集まったという。 ブルゴーニュ家川の兄弟のいとこにあたるフランス王、シャルル6世も参列し、非常に税を尽くした結婚披露宴が催され、祝宴は8日間続いた。ヨハン3世とジャクリーヌこの二重結婚による両家の血族関係の構築は、ブルゴーニュ家が相続権を請求する根拠となった。アルブレヒト1世は1404年に、後継者のビルヘルム2世は1417年に、 それぞれ逝去した。こうして、シュトラウビンク・ホラント家の相続をめぐり、ジャクリーヌとヨハン・三世の間に、ネーデルラント継承問題が正規した。また百年戦争では、1419年9月、ジャンム・コアコとシャルル・王太子が和解しようとした矢先、王太子氏支持派によりジャンム・コアコが殺害される。その結果、トロワ条約により、ブルゴーニュのフィリップ全領公は、イングランドと組み、 王太子を要するアルマニャック派との対立が激化した。ところが、1422年に、ジャクリーヌがジャン4世との婚姻の無効を認められ、グロスター公ハンフリーと再婚したため、イングランドとブルゴーニュの関係にも亀裂が入る。1424年10月、イングランドに亡命していたジャクリーヌがハンフリーと共に、帰還して、エノーを占領する。ここに、 フィリップ全領公とジャクリーヌの間で戦争が勃発する。1425年2月にローマ教皇マルティノス5世により、ジャクリーヌとハンフリーの婚姻の無効が宣言される。6月1日にフィリップはジャクリーヌを遊兵する。1425年1月、ヨハン3世はフィリップ全領公を後継者に指名して逝去。ジャクリーヌの法的な夫ジャン四世が絵能を、 占領していたが、1427年4月に、成居する。1428年7月、デリフトの和訳が結ばれ、ジャクリーヌ側は、フィリップ全領公に対し、エノー・ホラント・ゼーラントの三白領の相続者としての、資格を認めた。ハンフリーも、ジャクリーヌとの婚姻の無効を認め、ネーデルラントへの介入を諦めた。1429年に、 ジャンヌ・ダルクの登場で百年戦争の戦局は急転し、イングランドとブルゴーニュの関係も破綻する。1431年に、フィリップ全領公は、フランスと急戦する。1432年、ジャクリーヌが役場を破って、フィリップの同意なく、フランクファン・ボルセレトの再々婚に踏み切って、反乱を格索すると、フィリップ全領公は三白領を占領。 ジャクリーヌが三女白の地位と領土を放棄したため、同地の貴族が確定した。同地をめぐる、各世代ごと総計140年に及ぶ紛争は、釣り針とたら戦争と呼ばれる。ありがとうございます。